警察が陰で仕事をしております。うわ、でかいね。こんなマンションもあります。なんか捕まったんですかね。ヘルメットかなんか捕まってますが、あっちはねちょっと行ったことないのであっちに行ってみたいと思います。おお、なんて写真屋さんみたいな感じですかね。へえ、あそこはなんだろう、ちょっとよくわかりません。うわ、こっちは何があるんですかね。ちょっとあんまりなんかこう売店的な店のようなものはないんですけどね。どうなんでしょう。これは何だろう、なんか立派な建物がありますけど、何ホテルかなんかか、よくわかりません。ここは開発地かな、よくわかりません。あっちにちょっとね売店というか小売りでやってますね。これはニャム24っていうカンボジアのデリバリーの方ですね。日本でいうウーバーみたいな感じですね。まっすぐ来たらですね、なんとここは多分中国の大使館ですね。かなりのバリケードと、防犯カメラついておりますが、あー間違いないわ、これは中国の大使館ですね。であんまり周り何もないんで、ちょっと別の方向行きたいと思います。では渡りたいと思います。ちょっとね危ないんで、一応ね信号はあるんですが、右からもね、来るんで安心しては渡れないんですよね。ここもですねちょっと渡るのが危ないので、こんな感じで右からも来るし、こっちのね左からも来るってことで、さっきのと危ないですね。今35ぐらいかな、35度ぐらいあって太陽は出てないんですけれどもね、曇ってはいるんですけども、暑くて暑くて、ちょっと喉も渇いてきたんで、そこら辺でサトウキビジュースか、あとはなんだかな、ココナッツかあったら買いたいなと思っております。排気ガスもすごいっすね。こんな感じでね、車の間を女性がね、なんかこういろんなものを売ったりしてますね。前にもいるんですけれども、後ろのねマスクつけてる女性が売ってますね。子供とかもいますね、ドキドキ。危ないんでね、右見て左見てね、その車がね止まるかどうかも分かんないんで、ちょっとこっち行きましょうかね。ここはですねガソリンスタンドですね。値段はこれぐらいです。リエルですね。上から入れ使わないかちょっとよくわかんないですね。なんて書いてある、ゴールドとかディーゼルはわかりますね。ディーゼルと軽油、レギュラー、廃油って感じですかね。右からも来るんで、あっち側がね道路つながってるんでね、ショートカットでこの道通ったりするんでね、とにかく自分で気をつけないとね、誰も気をつけないっていうかね、注意してないので、
謎に止まってますね。並んでますね。もう帰っちゃうのかな。こういうズボンって水着なのかな。あ、水着じゃないや。こういうのいいね。なんかカンボジア暑いからね。試着もここでやってる。試着も、これこのガラン、でも日本で着てたら相当目立つな。これここは何だろうな。駄菓子みたいな感じで、こっちは鍵屋さんかな。ちょっとね疲れて、さっき水も買ったんですが、ちょっと雨も降ってきてね、一旦中で知り合いというか以前来たところに、中でちょっとね雨宿りがてらこちらを飲んでおります。なんかねちょっと甘くて、なんて言えばいいのかな、昆布茶っていうのかな、日本であの流行ったり海外で流行ったり昆布茶みたいな感じ、中にいろいろピーナッツとか、あとなんかね高麗人参的なやつが入ったりとかですね、みたいで、キノコとかも入ってますね。味は結構美味しいですね。これリピートで2回目なんですが、ちょっともう半分以上飲んでますね。では飲みたいと思います。こっちかカメラ、めっちゃ美味しい。チアシードとかなんか飲んでるっていうよりはね、なんか食べてる感じが強い。どれくらいかと言いますと、なんかこれぐらい、これぐらいかな、結構細めで、これ250円とか60円とかそれぐらいになります。の方が中国語が喋れるかなんかで、こんな感じのテイストなんだと思います。旦那さんは確かフィリピン人じゃなかった。50ぐらい、ぱっと見5、60でね、ここにベビーグッズあるんですが、上とかはね、あれ欲しいんですよね、あれの置くタイプのやつで、ね、めっちゃ欲しい。歩いて、ね、今6374歩で、マンゴーの木を切っております。それも手ですね。すげえ。店自体は閉まってるのかな、ちょっと分かりませんが、このね感じよ。もうなんか適当に切ってってかんの、このね、あそこの見えますかね、木の枝の上でもうバキバキ折れまくってます。全部切りたいのかな。すげえ。結構高いですよこれ。10m。 うおいうおいうおいおおおおやば、すんごいとこに出くわしたな。マジか。そのそういうパターン。
げえ。でもおじさんはまだ上にいるし。このね、なん誰も僕もしたら知ら全然知らないんです。あ、セキュリティも。おすごい。すごい。マンゴー拾い始めた。食べますからね、多分あれね。普通に売ってますしね。行っちゃったー。なんかすごいな、ここ。ちょっと東京というか、なんか京都というか日本っぽいですね。で、またこっちもね、しゃぶしゃぶ、温野菜、日本人が経営されてるんですかね、よくわかりませんが、かなり日本っぽいですね。ちょっとね、フォーカス当ててるんで暗く見えますが、そこまで暗くはないです。ね、こんな感じでまだまだ明るいかなって感じでね。ただこんな感じでね、なんていうのかな、歩くのは危ないんですよね。携帯持ってかれそうになるんで ね、 でね、ちょっとまたあのたこ焼きのとこに着いたら動画再開したいと思います。せっかくね、歩いてたんですが、また雨が降ってきたんで、もうグラブを予約して、ちょっと今タクシー待ちです。まさかね、本当1、2分前まで降ってなかったんですが、降ってきましたね。でちょっと雲の様子とかもね、良くないんで、もう止まないと思います。なのでちょっとたこ焼きは諦めようと思います。すいません。もうね、おとなしく家に帰りたいと思います。どれですかね、あれかな、来た来た来た。結構降ってきましたね。やばいやばい。おおお、